あこんな可愛い見た目しながら、はい、1個ね積んでるエンジンはねやんちゃなんですよ。確かに、まあ、やっぱ要は普通のマニュアルをオートマにしたみたいな感じなんですよ。全然トルクあるしちゃんと進みますね。あそう、うん、車の話坂戸店のコーナーです。はい、お久しぶりです。久しぶりですね。久しぶりです。はい、坂戸で撮るのがめちゃくちゃ久しぶりですよ。そうですね。ということで、今日はですね、はい、久々のアヘッド在庫差紹介。在庫差、はい、在庫差紹介で、さ、ね、はい、はい、あの今日はちょっと今までとはね、はい、また違った雰囲気のお車を持ってきました。お、なんでしょう。じゃじゃん、かわいいじゃないですか。フィアット500でございます。真空チェーンとはちょっと初めてなんで、ちょっと山中さん の, あのすごい分かりやすい説明をちょっと聞いてみたい。ハードル上げるのやめてもらっていいですか。はいはい、あのまあフィアット500でございます。はい、はい、あのまあツインエアエンジンっていうのが、うん、まあ、特徴でございまして。何ですかツインエアエンジンって。2気筒なんですよ。2気筒、幸運機みたいですね。はい、2気筒ターボ、排気量 900cc でございます。900、2気筒で。はい、すごいね。はい、じゃあ1気筒あたり450。そう、へえ、そうなんです。で85馬力出てるんですよ。そんな出てんの。はい、2気筒なのに。そうなんです。へえ、はい、こんな可愛い見た目しながら、はい、1個ね積んでるエンジンはねやんちゃなんですよ。確かに、確かに、まあ、やっぱねラテンの血入ってるなっていう感じしますけれども、うん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 、でまあ、あとはね、まあ、見ていただきたいのは、まあ、何よりも外装がね、はいはい、綺麗だし塗装状態もね、そう、なんかこの色がいいっすね。はい、明るくてポップで、はい、なんかおしゃれじゃないですか。しかもちっちゃいから狭い道でも入っていけるし、まあ、あのイタリアとかの道を走れるようにこう実はフィアットとかってちっちゃく作ってるんですよ。イタリアってお城とか昔ながらの街並み多くて、うん、あそこすごい狭いんですよ。はい、だからそういうところでも走れるように、だからイタリアの車ってこういうすごいちっちゃいポップで可愛いデザインが多いんですけど、だそういう狭い道でも、まあ、昔の要は馬車が通ってたようなところを行けるように、あのイタリアとか、まあ、ヨーロッパ全般あの一番ちっちゃい車は本当にこのサイズで作ってるんですけど、特にイタリアはそこら辺を考えて作ってますよね。まあね、全長もね390センチぐらいしかないんですよ。そうそうそう、はい、かわいいですよね。でしかもね、さらにガラスルーフなんですよこれ。おしゃれ。おしゃれですよね。めっちゃおしゃれじゃないですか。はい、ガラスルーフの車もちろんね、市場には出回ってますけれども、はいはい、まあ少ないといえば少ないので、まあこれはこれでね、なるほど、おしゃれでございます。確かに、はい、これツインエアってこの限定モデルなんですか。いや、もうツインエアエンジンっていうのが積んであるんでツインエアって言ってるんですよね。でもロゴがすごいおしゃれですけど。はい、そうなんです。へえ、いいじゃないですか。結構ね、あのウェブの当時出たねレビューとか見ててもやっぱりこのエンジンはすごくいいっていうね評判もありましたね。あれ、なんかこれ人一人入れそうなぐらいトランクルームありますけど、ちょっと山中さん入ってみてもらっていいですか。入らないでしょ。いやいやいや、入りますよねきっとね。いや、チンクエチェントだけど物が乗るよっていうのはやっぱり山中さんが体を張ってやるべきだなと僕は思ってまして、ね、イタリアのマフィアとかこの中に人入れるんですか。そうですよ、ほら、あ、全然。いや、でチンクエチェントに人が乗るんですよ。ちょっと締まりそうですね、ちょっと待って、ね、首が、ちょっと待って待って待って、山中さんが太ってるってことがバレてしまいますけどね。はい、あー、全然、ほらほらほら、入る入る、ほら全然入りますよ。入る入る、はあ、すごい。あ、全然、え、どうすか、ね、ここでキャンプできそうです。できません。え、これ閉まるんじゃないですか普通に。閉まる閉まる。はい、じゃあこれから室装の方行ってみたいと思います。やめてー、まあ、さておき、冗談はさておきね、山中さんがかわいそうですから、はい、まあ、でもね、意外と気に入った人入るんですね。あ、購入ありがとうございます。いや違うよ、あれ違う、そういうことじゃなくて、おかしいよ。あ、そうですか、うん、よいしょ。そうだ、意外とねここ深いから、そう、意外と、ね、荷物乗る、そう、深いからこれだけ深いってことは多分荷物はね結構詰めますねこれ。でもこれいいね。もちろんリアシートも倒れますからね。ああ、なるほど。だってほらリアシート倒したら、あ、本当だ。あ、意外と荷物乗るか、ね、フラットにはならないですけど、まあでもね、荷物はね十分にね乗りますから。確かに、はい。あ、これおしゃれですね、このイタリア車ならでは。ラフィットプラスアルファ、ね、これでも限定車じゃないんですか。限定車じゃないんです。あとこのシートがね、ファブリックだけどおしゃれですよね。山中さんにおしゃれが分かるんですえ山中さんファブリックでおしゃれなんて、そんな言葉遣いができるんですよ。なんかひどくバカにしてますいや、バカにしてない。でもまた内装のこのパネルもね、この色ボディ色とね一緒でね、あ、おしゃれだ、はい、でこの白のね色味も、なんかこういう作り方がこうポップな、なんていうんでしょうね、はい、おしゃれな感じを出すのイタリア車うまいっすよね。上手ですね。確かに。ちょっとエンジンかけてみますか。はい、
おすごい音がやっぱ2気筒っぽい。2気筒っぽいですね。へえ。あでも静かっすね。振動も全然ないし。おお。確かに2気筒だから。2気筒だ。聞いたことない音がしますね。おお。でもこれで85馬力。85馬力もあるの、はい。すごいですね。であとね結構あの特徴的なのはミッションで、うんまあ、よくあの DCT ねデュアルクラッチのトランスミッションはね、うんうんうん、あのよくあると思うんですけどこの車はシングルクラッチの、オートマなんですけど、まあ、要は普通のマニュアルをオートマにしたみたいな感じなんですよ。これマニュアルがベースなんですか。じゃあ多分そういうことです。あなるほど、はい、ちょっと詳しくはないんであれなんですけれども、まあ、本当に機構的にはあのトルコンのオートマでもなく普通のシングルクラッチのマニュアルということで。シングルクラッチって珍しいですね。そうだからここねドライブで始動するときニュートラルなんでここで始動したら一速入れて走り出す。お？え、じゃあ普通に一速入れないと走らない。そうです。あ、じゃあマニュアルみたいな感じ、セミオートマ的な。そうだから始動するときだけ最初ここに入れる必要があって。へえ。あとこれオートとマニュアルがあるんで、うん、もうあとは好きにやってもらったらもうレーシングカーですよこれも。え、何これオートの状態で発進はできないの？できないです。毎回やるときにこれを1ってやってからそういうことらしいです。ゲームみたいな、はい、ゲームみたいです本当に。いいじゃん山中さん、ちょうどいいじゃないですかこれ。でもこれ可愛いですよね。やっぱりすごいですね、うん、いいじゃないですかこれ。ちょっとすごく後ろも倒れるし。後部座席って結構人乗れるんですかね。これ乗ってみてくださいひろきさん。これいやもう後ろ乗ったら寝ますから。寝ないで。これでもこうやって、でもなんか86とかより比べるともしかしたら後ろ広いかも。頭がある分。でもこれまだ足余裕なんで、ちょっともうちょい前やって。170cm、まあ、これぐらいです。30歳の成人男性の、足の長さであれば全然余裕です、ね、これ余裕ですか。うん、まあ、ちょうど前に当たるぐらいだけど、まあ、広くはないけどでも全然苦でもない。乗れはするって感じですね。乗れはする、うん、はい。あーダメだ、寝れる。もう寝ましょう今日は。市場なのよお兄さん。おちょっと唐突感はやっぱありますね。ちょっとね、なんかそういう特性なんですかこれは。そういうことらしいです。だからレビューの記事も読んだんですけど、なんかこうねシフトアップするタイミングでちゃんとマニュアルみたいにアクセル離してあげるとスムーズな変速ができますって書いてありましたね。あ、じゃあ本当クラッチなんだね。クラッチなんですね。減速するときは特に普通に運転すればいいの？普通ですね今のところ。今2速おで今普通にオート。で毎回その信号待ちで発進するときは何これカチャンってやるの？いやこれ今1速の状態でクラッチが切れてる状態なんで、実はブレーキを離していてもこの状態なんですよ。はい、あブレーキ離してるの？今ブレーキ実は離してみたんですけど、だからそのまんまです。ブレーキ踏んだらそのまま普通に止まるし。へえ。じゃあアクセルと連動してっていうことなんでしょうね、きっと。車速に応じて変わってるんだと思います。それだったら普通にオートの状態で初めこうカチョンってやらなくてもいけるんじゃないの？最初の発進の時はどうなんでしょうね。ちょっとやってみてよ、信号待ちがあったら。やっぱ発進はちょっとね、走りごわってくるね。ごわってきますね。結構ねゆるく踏んでるはずなんですけど、これでもいやちっちゃい。でもなんか全然トルクあるしちゃんと進みますね。あそう、うん、あと意外と静かじゃないですか、ロードノイズも含めて。まあまあまあ、なんかもっと拾うのかなと思ったんですけど、意外とフロントのなんだ窓ガラスのピラーが寝てるから奥行きがあるように感じる。あそうですね確かに、うん、前方向がすごいうん、広く感じ。視界もいいですよね結構。なんか足はちょっとゴツゴツしなんかしてますね。足ちょっと硬いね。硬いですね。持ってるより、うん、しっかりしてるね足が、うん、面白い作りだね。はい、ということでフィアット500乗ってきました。ひろきさん、はい、いかがでしたか？いやいや、あのすごい乗りやすそうでした。あとね2気筒エンジンが心地よくてですね、眠くなりましたね。
そういう感想？乗り心地とかでもどうでした？あ、でもね、足がね、思ってるより超しっかりしてる。来なかったですよね、結構。なんかね、ふにゃふにゃってしてなくて、ピタってしてて、あ、なんかこれだったら別にワインディング行ってもいいなっていう、ちょっと乗ってる側目線になる。はい、うん、まあ、運転してた側としては結構ねパワーやっぱあったんですよ。あ、そう。だから車も軽いじゃないですか。まあ、だから全然必要十分なぐらいのパワー感とトルク感とあって、まあ、ただ唯一あるとすればやっぱりちょっと操作系が結構独特なんで、あ、そうね、ニュートラルからドライブに入れるの、はい、ちょっとあれいろいろ実験しましたけど、そう、さっきもねよく分かんなくていろいろやってましたけど、そう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 、でもそれ慣れちゃえば全然そんなにこう違和感があるっていうか、あ、まあね、確かに乗りづれって感じは正直なかったですね。うん、だからこう普通に乗りたいっていうよりかちょっと走りも楽しみたいなっていう人向け、うん、な感じはしましたね。でもこれさ一応フィアットだから、うん、まあ、アバルトじゃん、乗り味を楽しみたい人は、うん、でフィアット普通の下のグレードでも、まあ、これだけ足回りしっかり作ってるんだなっていうのは驚いた、うん、いや楽しいです。あと ね意外とねロードノイズが静かなのでびっくりしました。あ、まあ確かに確かに。そうだってね、車を考えたらそんなにこう高級車な、ね、グレードじゃないのに、まあ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 、なんか意外と音しないんだなと思って。これってちなみに新車価格いくらなんですか？ね、新車価格はね当時200中盤ぐらいでしたね。あ、まあ、あのグレードとかによって違ったと思うんですけど、はい。なので今回いくらで買えるんですか？今回ですか？こちらね、2011年だったかな。ああ、結構前なんですね。あ、そっか、でもモデルがパッと見変わらないからか。変わらないからなんです、はい、最近のもこの顔だもんね基本は、はい。あ、なるほどね、古く感じないね、はい、で今ね距離まだ4万5000キロしか走ってないんですよ。あ、そうなの、はい、へで、総額60万円でございます。お、安いですね。だいぶ自動車税も1リッターなんで安いですよ。あ、そっか、安い。え、いくらだ？3万ぐらいじゃなかったでしたっけ。あ、そんなもん、はい、安いね。安いです。あ、1リッターから 1.5 リッターの間のあれか税率になるのか。でしょ、1リッター以下なんだ。あ、以下だっけこれ、はい。あ、そっか、安いです。へ、軽自動車の次に安いです。あ、そう、軽いから重量税も安いですよ。維持費いくらぐらいの？だから維持費はだから言ってそんなかからないはずですよ。だから自動車税があって車検通す時もね多分10万はかからないんじゃないですか。そういうことです。あ、もちろんね、その車の状態によって、はいはい、もちろんね、あの整備項目が増えればもちろん車検代かかりますけれども、まあ、コスパいいですね。じゃあね、コスパいいと思いますよ全然。というわけでですね、はい、あのぜひお問い合わせお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。 お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのケリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのフルってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。